理科です。フレミングの左手の法則、これはかなり手が痛くなりますよね。やった人は分かると思いますが、こっちが N から S の磁界の向きに合わせて、電流がプラスからマイナス、そして、受ける力が親指の方向に。で、これを例えばこのままでやってみたとすると、N から S に人差し指を向けて、そして、逆さまになるからこっち向きでやってみると、 N から S に向けて、そして、電流がプラスからマイナスだからこっちにして、で親指はこっち側に向くから、これがこっちに向いていると。で、これをもしも磁石を逆さまにしたとすると、今度はこれがこうなって、こうなって、これがこうきますよね。そうすると電流は変わってないけど、磁石が N から S がこっち側にひっくり返って、そうすると親指はこっち側に行ったら、今度はこの動く向きが、力を受ける向きがこっちの奥の方ね。で、これで逆になったけど、さらに今度は電流の方も逆にしてみよう。これ電池をひっくり返して入れてみると、それでさらに今度電流が今度こうなります。今度は電流が逆に来るんで、今度は、人差し指がこっちで電流がこっちだから、これまた元戻っちゃってね、これがまた一番最初のとこに戻って手前の方にこう向く。つまり、それぞれ、磁石ひっくり返したら、逆になって、でまた電流もひっくり返すと、また逆になって、またさらに戻っちゃう。つまり、どっちかだけをひっくり返すと逆になるけど、両方逆にすると逆の逆でまた元に戻っちゃう。というわけですが、これはいちいちやってるとすごく手が大変ですよね。で、もうちょっと簡単に手が痛くならない方法がないかなっていうことで、こういう手のひらで磁界を受けて、これとこれとこれとこれだけでできるって方法を、もうちょっと、説明したいと思います。